やろうってのか？落としてうるせえ、こっちも戦ってるんだ。ちこれともあろうものがな、どじっちまったし。ドドリア、まだ倒れるんじゃない。この俺は、ゲニューと先輩隊長、ゲニュー様だ。あれをやるぞ、ジース。そいつはいい。よし、行くぞ、バタ。で、あれってどれのことだ。なんていうことだ。ここまでやられると。驚くのはまだ早い。この体の戦闘力は18万以上だ。もはやこのギニュー様に資格はない。バカな、そんなバカな。これほどの力を秘めていたとは。ギニュー特戦隊スペシャルトリプルアタック。準備はできているだろうな。ああ、フィニッシュはクラッシャーボールで決めますよ。もちろんっすよ。ギッタンギッタンにしてやりましょうね。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。盛り上がってるじゃねえか。どうせならもっと面白くしてやる。ほら、いいものをやるぞ。力が湧いてくる。うわーい、なんだこれは。
食べるだけで強くなる新生児の味覚。そんなものを上様にまでよこすとはな、舐められたもんだ。だがすぐに後悔することになるぜ。これほどの力を秘めていたとは。お前には驚かされるな。ふん、足を引っ張るんじゃねえぞ。たまには隊員同士でやり合うのも悪くないね。俺様に勝てるのはギニュー隊長だけだぜ。よし、じゃあ今から入隊試験を始めるぞ。まずはこの俺、バータ様が相手だ。ギニュー特戦隊の赤いマグマジース。お前サイヤ人か。戦闘民族といっても大したことないんだろ。はい、待ってたぜ新入りちゃん。さーてと、そろそろお遊びを始めようぜ。そういや、試験してるのってどっちだっけ。確か、どっちかが助っ人なんだよな。ま、いっか。いいね、いいね、期待しちゃうね。もっと遠慮なく攻撃しておいで。なかなか骨のあるやつだな。では、このギニュー隊長が最終試験をしてやろう。ここでの成績次第でファイティングポーズのポジションが決まると思う。このギニュー隊長自ら戦いのお手本を見せてやる。いったぞ。ギニュー特戦隊スペシャルトリプルアタック。2人とも準備はできているだろうな。オン、フィニッシュはクラッシャーボールで決めますよ。もちろんっすよ。ギッタンギッタンにしてやりましょうぜ。悪夢だ。手も足も出せないままやられるなんて。さすがギニュー特戦隊、強いぞ。仮に合格してもやっていけるのか。これほどの力を秘めていたとは。お前に。低俗な猿野郎の分際でこのクルド様に勝てると思っているのか。鬱陶しいなクルド、お前から先に片付けしまえよ。ち、しょうがねえな。お待ったぞ、ギニュー対象に新しい構造を考えていただかねば。準備運動はここまでだ。さあ、そろそろ本番といこうぜ。ギニュー独占隊リクエムと、いいね。
おい、ジス、遊びすぎだぞ。お前こそ、もっと真面目にやってもいいんだぜ。俺たちは天下の義勇特戦隊だぞ。そいつを分からせてやる。撃つぞ。おう、一体どうなってんだ。悪い夢を見ているみたい。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。こんなことが俺たちはギニュー独占隊なんだぞ。言ったぞ。まさかこの私に戦いを挑もうとする愚か者がいた。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力53万ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お、このれの戦闘力を持っているとは。これほどの力を秘めていたとは。お前には踊る。気づいていますか。今回滞在時間が短いですが、どうやら敵を倒すことに残り時間が増えるようです。フリーザミンを相手に使えると思うなよ。今援軍もどんどんこっちに向かってるんだ。ファイト帰るなら今のうちだぜ。今で電車と滞在時間が終わる。ただの雑用で終わってたわけだ。行けそうや。
ト踏ん張りです。頑張ってください。派手にやってくださったようですね。まあ、所詮下級戦士どもの集まり、仕方ありませんね。私が格の違いを見せつけてあげます。虫けらのくせに生意気な。少し油断したようですね。私としたことはこのフリーザが これほどの力を秘めていたとは。